学生時代、廊下や帰り道で出会ってしまうと、必ず肩パンをしてくる先輩がいた。目が合うと鼻息荒く近づいてきて、右がいいか左がいいかと聞いてくるんだ。それで俺が、さっき右だったんで左でお願いしますと言うと、じゃあ右なと、頼んだ肩と逆の肩を殴ってくる。肩を押さえ痛がる俺を見て、いつもにっこりと笑う。口角が上がる時に、乾燥でカサカサに乾いた唇が引っ張られ、割れて血を流してる時があった。怪物に見えた。 俺は学生時代、こういう出会ってはいけない人間が何人もいた。出会ったら首を絞めてくる先輩。背中を蹴り飛ばしてくる先輩。シャツを破ってくる先輩。俺の一日は、どれだけこいつらに出くわさないか。それが全てだった。ずっとそんな生活をしていた俺は、そういう怪物が放つ、オーラのようなものに気づくようになった。廊下の角を曲がる前にわかるんだ。あいつらの中の誰かしらがいると。この能力のおかげで、俺の肩から青タンが消えた。怪物はみんなオーラを放つ。俺の目の前にいる勇者は、おそらく世界最強の勇者だ。 ただ不思議なことに、この人はオーラが一切ない。どうして思ったのって。いえ、なんでもないです。なんか、沈黙が気まずいなって、思ってただけです。そういえば魔王も、オーラがなかったな。